前進していないので羊毛のための動力だと思われます。あ、上げました、今左舷側からクレーンを使って網を上げました。先ほどのエンジンの音が高くなったのはこの動力源と思われます。前部後半では人の動きが慌ただしい様子です。というふうに中澤君ナレーションを入れながら撮影すると後で非常に分かりやすくなります。外線は引き足がない模様です。後部に見えるのは久場島です。後方には久場島が見えます。今クレーンで網を釣っている様子が見えます。はい、また黒い煙が上がって放出流が出ました。全身息足です。今網を防犯上に下ろしました。またエンジンの回転が上がりました。動きを見せています。今雑魚を捨てました。はい、本線に当てました。はい、今の位置確認、今の位置確認。本線に衝突しました。今の位置確認。外線は本線左舷船尾に衝突し、そのまま逃走している。ただいまの時刻、人を回る人を録。外線は停船せず逃走している。
バーに登るためここで一旦撮影を中止する。ただいまの時刻人を回る2人アッパーに上がり再び撮影開始。ただいまの時刻人を回る2人左手に見えるのが本線に衝突した外線であり、右側に見えるのが巡視船波照間である。本線の損傷の撮影に向かうため一旦撮影を停止する。